皆さんおはようございます。立憲民主党の衆議院議員原口和弘です。朝まだ早いんですけど、ちょっとすごく綺麗なのでご覧になれますかね。明けの明星です。これだいぶ明るくなったんで、これですね。夜明け前が一番暗いって言いますけど、こうやって夜が明けてくるとすっごく綺麗な朝焼けがですね見えてきますね。まあ昨日もいろいろありましたけども、今日も元気で、今日から8月ですね。こっちの朝日はこんな具合ですね。夜が明けますね。昨日もね、たくさんの方が相談やいろんな話に来られて、本当に辛い世の中になったっておっしゃって泣き崩れられた方がおられてですね。ただなんていうかな、こういう社会ですけど、あったかい人、優しい人、5万取られますからね。だからチャンネルをそちらの方に合わせて、できるだけ辛さをですね軽くしてください。この朝のご挨拶も楽になったよって言ってくださる方が増えてきてありがたいですね。まあ私自身も昨日も申し上げましたけど、この8月、7月、8月って結構ちょっと辛い時で、妻を亡くしたフラッシュバックが来るんですね。で、特にこんな佐賀の家に帰って、昨日は県連の常任幹事会やいろんなことがありまして、今日も朝早くからお客さんたくさん来られますけど、椅子が空いてるんですよね、妻の椅子がね。でそんなにいつまでも悲しんでたら、あなたの直子さんがいつまでも心配されますよと言うんでですね。うわ、これ何なんだろう、これ飛んでますね、こツバメ、ツバメっぽいですね。うわ、これ虫を食べてるんですね。今日の応援団1号ですね。ツバメ、ツバメにしては大森じゃないよ、すっごい早い。応援団は虫を食べてますよね、どう考えても。応援団っていろんなとこいますね。うお、詐欺でっか。応援団2号ですね。じゃあどうぞ良い一日を、ごきげんよう。早起きするといいこといっぱいありますね。